思い出の罪プラレビュー集。青島、BB ガンボットシリーズ。シュナイデン。ソビエトの天文学者が、偶然土星の第三衛星から発信された電波をキャッチした。地球時間1999年8月に地球侵略を開始する。基地から第二攻撃隊を派遣されたし。世界の国々が集まり、未知の敵から地球を守るために、BB ガンボットは作られた。BB ガンボットには地球の科学の粋が集められているのだー。なんのこっちゃ。ミニ合体シリーズって知ってるかい？昭和の頃に、青島さんから出ていたとんでもなくチープなプラモデルだよ。値段は100円で、3個だか4個のプラモデルを集めて合体させることにより、一体のロボットが完成するという、当時の駄菓子屋の名物プラモだったのさ。ダガングとか呼ぶ人もいるよね。作った後に、大量の余剰パーツが出るのがアレレな感じだったのだー。コンバトラー V みたいな感じかな。違うよ、そんな上等なもんじゃねえよ。例えばねー、ロボットのプラモがあるとするじゃん。それをねー、頭、腕、足、胴体の4つに分割するわけだ。分割したパーツは、飛行機にくっつけたり、翼をつけたり、車輪をつけたり、履帯をつけたりして1個のプラモデルにして売るわけですよ。小さいが近所は金持ってねえんで100円でも大金なわけだよね。ロボットの一部でも買っておけば、いつかは完成できるという夢のある商品だったのですよ。まあ素敵。しかーし、いつまで経っても集められないが近所も多かったんで、トラウマになったガキも多かったんじゃー。BB ガンボットとは、青島のミニ合体シリーズ末期の商品なのですよ。値段はなんと500円。人によってはガンプラとかよりも、遊び倒した経験のあるプラモデルなんだよね。正確な発売日はわかんねえ。青島さんの昔の商品の場合、ネットの情報を信じるとバカを見る可能性が高いのですよ。本当にね。プラモの中に入っていたアンケートハガキには、1986年5月の記入があったんで、少なくともそれより前ってことだねー。このシリーズは、シュワルツェネッガー、ヘビーメタルガンダー、グレゴリオ3、シュナイデンの4種類が発売されたのさ。シュワルツェネッガーはトライダー G7 のリデコ商品、シュナイデンはイデオンのリデコ商品で、他の2つは青島さんのオリジナルロボであるアトランジャーとかのリデコ商品だったのだー。リデコ商品ってのはね、版権作品の版権が失効した後も、プラモの金型を再利用するために、頭部などの造形の一部やキットの成形色を変更して再発売した商品のことなのですよ。当時の青島さんの得意技として有名だったのだー。悪い意味でね。そんなわけで、今回は BB ガンボットのナンバー4、シュナイデンなのだー。シュナイデンとは、高速偵察ロボットで、戦闘時には強硬型の攻撃ロボットに使われる。とか箱に書いてあるよ。わけわかんねえ。以前青島さんが出してた、イデオンのミニ合体シリーズの頭部とパーツの成形色を変更して、BB 弾発射機能がついた、二連装 BB4 に変形するロボットを追加したキットなのですよ。実は、この小型ロボットがガンボットなんだよね。つまり、オリジナルの小型ロボットのガンボットに、イデオンのリデコ商品のシュナイデンを追加したキットなのだー。一見、メインにしか見えねえシュナイデンの方がおまけだったという意味不なキットなんだよねー。何それ怖い。シュナイデン自体も、イデオンから何度もリデコして色替え再販したもんで、使える色がなかったのか？ありえねえ成形色になっているんじゃー。キットはミニ合体シリーズの仕様なんで、頭、腕、胴体、足のパーツがついた4機のしょぼいマシンが合体してシュナイデンになるのだー。何度も何度もリデコして再販したせいなのか？それとも、もともと困難だったのかは知らんけど、バリはひでえわ、パーツの愛は悪いわ、良くも悪くも当時の青島品質のキットなのですよ。参ったねー。おすすめの回収点はねー。ねーよ。あるわけねーよ。このキットはサイケな成形色のまま組んで、昔を懐かしむのが正しい楽しみ方なのですよ。塗装したらかえってわけわからなくなるじゃん。当時でも BB 弾なんて、田舎では馴染みのないところも多かったわけで、まだまだ使い捨ての銀玉が主流だったりしたものなのですよ。当然、駄菓子屋で一袋10円くらいで売ってるわけだよね。銀玉で遊べるおもちゃは、ガキンチョのニーズがちゃんとあったのだー。ちなみにイデオン、じゃねえや。シュナイデンの頭部がついてるメカは、イデオンに登場するカーディアンクロッサスとかいう戦闘機なのですよ。パないねえ。そんなの知ったこっちゃねえよ。次回のキットは、これだ。